今はレースでこうどういうことを意識されてるんですか？そうですね、どういう展開でもしっかり着に残れるようにと思って走ってます。初戦ですがどう戦いますか？はい、自力選手が多いんですけど、内枠をいただけたのでそれを生かして頑張りたいと思います。伊藤のイメージはいかがですか？そうですね、私的にはすごい走りやすいです。練習はいかがですか？そうですね、練習はずっと変わらず競輪場を使えてしっかりできているので、はい、大丈夫です。初日は2番車です。どう戦いますか？そうですね、枠がいいのでとにかく前々に、踏み遅れないようにと思ってます。動くタイプもいますね。そうですね、多いんでそこをうまく走っていければ波に乗ってと思ってます。前回は地元での優勝でした。いかがでしたか？そうですね、地元戦ちょっと緊張するんですけど、なんとか優勝できてよかったです。レース内容としては自己評価いかがでしたか？初日2日しっかり自力のレースできてたのが良かったです。この後大きなレースもありますけど、そこに向けての調整なんていうのはどうですか？そうですね、今回さえ走ると次がサマーなので、現状の力をしっかりと把握していきたいなと思います。直近のレース、ご自身の手応えどうですか？そうですね、前場所でちょっと一般戦になっちゃったんですけれども、足の状態はいいと思います。練習面ではいかがですか？練習もベストタイムが出たりとかしているので、結構感じはいいと思います。初日はどう戦いますか？強い選手がいるんですけれども、しっかり自在に動いて積極的に頑張ります。今年は前半優勝もありましたけど、どうですか今の状態としては？そうですね、いい時と悪い時の波がやっぱ練習の中ですごく大きいので、これからそれをなるべく小さくしていきたいと思います。初戦はどう戦いますか？動ける選手がたくさんいるので、しっかり流れ見て頑張っていきたいと思います。そうですね、成績的には少し安定してきたんですけど、今回もすごくいいメンバーなので、しっかりそこでも戦えるように頑張りたいです。この後のビッグレースもありますけど、そこに向けてはどうでしょう、調整など？そうですね、こういうふうにこういうメンバーのところで走れることがそこにつながってくると思うので、今回しっかり頑張りたいです。初日6番車ですが、戦い方教えてください。そうですね、自力選手も結構多いんですけど、前々にしっかり自分で自力出していけたらいいなと思います。ここに向けては調整どうですか？中3日だったのでちょっと疲れとか、が残ってはいるんですけど、ちゃんと、練習もしてきたのでいいと思いたいです。7番車で一番外枠で、ちょっとあれなんですけど、何かしらアクションを起こせるようにしたいです。